い、今から初めて赤ちゃんをお家でお風呂に入れていきたいと思います。初めてのお風呂ですよ。それを自宅でやっていきたいと思います。早速準備を進めていきますので、その動画も撮っていきます。懐かしい。これにお湯を溜めていきます。温度は41度くらいかな。溜まったら赤ちゃんを連れてきます。お湯だけじゃなくて今便利なものがあるんですよね。この中にスキナペープっていうね、体をきれいにする薬液を入れていきます。これです。はい、これです。ちなみに生まれる前も妊娠が分かったぐらいに買ってたやつです。そうなんです。すごいね。お湯がもう溜まりましたので、これを入れてくね。何度でしょうか。何度でしょう。適温。適温。適温です。 OK。 これを4から7ミリ。これぐらいだわ。もうちょっと足すね。はい、これで洗うんだよね。うん、懐かしい。はい、でこれをちょっと混ぜます。生まれて初めて入るんですよ、入浴のシーン。これやばくない？連れてきましょう。行きましょう。入れますね。入るよ。ゆっくり入れてくださいをお胸にやると大丈夫大丈夫。あったかいね。気持ちよさそう。気持ちよさそう。慣れたね。自分で動いてね。次頭いきます。頭いくよ。ママ、パパは頭強すぎない？いやいや、強すぎない。全然強くないよ。ほら、よしよし。慣れてきたかな？慣れてきたね。あったかいよ。全身シャンプーなので全部洗えます。頭だ。はい、泣いてない。でも一回使ってきた。よし、はい、はい。学級活動音読。力入ってる。これ俺ね、めっちゃ、ね、集中してるから今。そう、言葉数少ないのはもうそういう。もちろんもちろん。ああ、もうお腹空いてるよね。お腹空いてるね。よし、こんな感じかな。うん、いいね。よし、はい、タオルにくるんであげて安心させてあげれば終わりだね。寝ましたね。初めてのお風呂どうでしたか？びっくりしましたね。びっくりしたね。綺麗になりました。お風呂から出てきてなんかぼーっとして、はい、ぼーっとしてます。放心状態です。じゃあこのスヤスヤローションを塗ってってあげるね。はい、慣れてるでしょ。でも結構俺覚えてるね。覚えてるね。なんか扱いが、赤ちゃん結構感動してるからね。頭、ほっぺた、はい、ここの口、はい、はい、いこう、いこう、オッケー、オッケー、おでこも塗っちゃおうね。塗っちゃおう。